街灯は少なめですね。どうなんだろうな。まずは、こっちから行きましたね。あの赤い橋と廃墟の先にも飲食店あったんで、そこまで歩いて見てみますか。いやーこれね、なさそうだな。昼間見た廃墟に着きました。多分見えないですよね。自分の目でもうっすら見えてるぐらいなんですけどね。左側が一体廃墟なんですけど、見えないな、真っ暗だな。実際はもう少し明るく見えてる感じかな。見えますかね。スマホのライトで照らしてるんですけど、いやー今日こそいつも使ってるあの強烈なライト持ってくるべきだったな。全く見えないね。全く見えないか。着きました、出世観音。観音橋ですよね。もうちょいライトアップされてるのかなと思ったんですけど、されてないね。暗いわ。あ、全然暗いわ。とりあえず上がってみますか。一応これスマホのライトで照らしてるんだけど、暗いな。これ紅葉の時期とかどうなんだろう。ライトアップされてたらかなり綺麗だと思うんですけどね。何も見えないですね。何も見えないわ。こっちに明かりが。実際肉眼でもねほぼ見えないレベルでしたね。今観音橋動画撮ったじゃないですか。で後ろ振り返ってさあ戻ろうって思ったら人が立っててドキーってなりましたね。普通に私と同じように夜の観音橋を見に来た方がいるみたいで、さすがにびっくりした。そしてこちらも見えないよな。昼間に見た廃墟ですけど全く見えない。くっそー。でその先に一つ飲食店があったんですけど、間違いなくやってないですね。真っ暗だな。近くまで一応行ってみます。岩風呂屋さんでしたっけね。真っ暗っすね。見えないと思うんですけど、大神さんってものかな、大きい新しい。こちらも調べたら載ってたんですけど、やはり今日はやってないみたい。なのでここから釣り堀まで一気に戻ります。宿の横にある釣り堀ですね。これはやってないだろうな。奥の方電気ついてるけど、ここ遅くまでやってる気がしたんだよな。店内ついてるっちゃついてるんだよな。電気わかりますかね。8時ぐらいまで行けた気がするけど、昼間見たイタリアンかな。イタリアンもやはりやってないですね。でこちら曲がって奥行くとあのトンネルが見えますね。風が強くなってきましたね。昼間に見た2階建てトンネルですけど、2階の穴がもう暗いから見えないね。このままじゃ開きますか。この先の高分堂跡はさすがに行かないです。危ないわ。明かりもないし。これが更にですね、奥の方、泡俣の滝の方って言ったらいいのかな、に2店舗ぐらい車で、通った時に、飲食店あったんですよ。でネットで調べても行くとしたらそこぐらいしかあとはないかなって思った場所があるんで、そこまで行ってみます。けど真っ暗なんだよね。やってないだろうな。まあけど行ってみます。
やはりやってない。だいぶ歩いてきたんだけど。そしてラストの1店舗なんですけど、これやってるっぽいぞ。やってるわ。ピノキオさん？ピノキオさんも見たんだよね。ネット。あ、しかも人いるわ、普通に。あ、人入ってますね。ああ。定休日とか全然調べてないんですけど、ピノキオさん、しかもいい感じの雰囲気のお店やってました。では宿に戻ります。たまたま今ピノキオさんのスタッフさんか店主の方か分かんないですけど、出くわしまして、これから宿に帰るのと心配のお声をいただきましてね。あったかいわ。というわけで養老渓谷に泊まっても、まあ、もしかしたらピノキオさんで、素泊まりでも夜ご飯食べれるかもしれないですね。まあ、なかなかそれをする勇気がないですけどね。定休日の可能性もあるから。いや、やってるお店あったか。では宿に戻ります。あっち汗かいた。40、50分歩いてたかな。結構歩きましたね。楽しかったわ。いい運動になったな。じゃあこのまんままた温泉入ってゆっくりしちゃいますか。夜も貸し切りですね。入りまーす。温泉気持ちよかった。本当に温泉トロットロなんですよね。肌がすべすべツルツルっすね。ツルピカハゲマルくん。はい、というわけでですね、この後は軽く晩酌をして早めの就寝をしようかなと思います。おやすみなさーい。現在朝の6時過ぎですね。寝たのが夜10時過ぎだったんでぐっすり寝ました。そして窓を開けると清々しい朝ですね。天気すごくいい。では朝ごはんの前に温泉入りに行ってきます。少し肌寒くなってるので朝の温泉気持ちよさそうですね。入りまーす。温泉入ってきました。これで合計3回入ることができたのかな。ただやはり朝温泉は格別ですね。気持ちよかった。満足です。朝ごはんまであと1時間ちょいあるのでだらだらゆっくり過ごします。膝見てください。この膝ツルツルツルピカハゲマルくん。朝ごはんいただきます。ごちそうさまでした。うまかった。普段朝飯ほとんど食べないので、こうやって豪勢で美味しい朝ごはん食べるのって宿に泊まった時ぐらいなんですよね。まだ時刻は8時半ぐらいかな。今日この後行きたいところがあって、千葉県の秘境駅、久ヶ原駅っていう、駅が有名で、そこにも帰り寄ってみようかなと思ってますので、少し早めにチェックアウトしようかなと思っております。あと30分くらいダラダラしましょうかね。チェックアウトします。
いかがでしたでしょうか、天竜荘さん。実は以前から気になっていまして、今回泊まることができて本当に良かったです。小規模の宿ですが、部屋自体も施設自体もすごく清潔にされていて、なんといっても黒湯には驚かされましたね。宿周りの温泉街探索とか養老渓谷の散歩など楽しくて、思いのほか昼も夜もだいぶ長い時間歩き回ったんじゃないかな。もともと口コミ評価も良くて、週末や紅葉の時期はおそらく混み合うと思いますので、やはりオフシーズンの平日とかに来るのはゆっくりできていいのかなと感じました。ただやはり寒い時期にこの黒湯にも入ってみたいなとは思いましたね。千葉県はまだまだ魅力がいっぱいですね。というわけで皆様、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバイ。